モーニングブラッシュこの時間は知って安心転換と題して身近な病気である転換について実会シリーズでお送りしますお話を伺うのは東北大学大学院医学系研究科の中里信和先生ですこの番組は東北大学大学病院転換科で実施したクラウドファンディングで寄せられた多くの皆さんからの寄付により放送しています 中里先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて今日はどんな内容でしょうか。はい、あの転換と学校というタイトルなんですが、これまではあの転換の診断や治療の話をしてきたんですけれども、あの患者さんの生活全般のことについてもここの後何回かはい続けたいと思ってますので、はい、でえっ、ー、とゲストは、えー、宮城県立子ども病院の副院長先生で、えー、神経科の萩野谷先生に。 よろしくお願いします。はい、萩野先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。七回目今回のテーマが転換と学校ということですけれども、<laughs> 学校生活ではどんな悩みを抱えていると聞いたことがありますか。そうですね。あの実際にはですね、お子さんの場合は多くの場合あの発さあ。 気がついた保健室にいたとか救急車の中であったとかそして病院の救急室で気が付くということ多いんですねですからどちらかというと親御さんが悩んでいることを聞くことが多いんですね実際はですねどういうことがあるかというとやはりあの学校で発作が起こった時に適切に対応してくれるだろうかとかですねそれからクラスの仲間から特別な目で見られることがないだろうかという心配ですねそしてあの発作が原因で怪我とかをしたりしないだろうかと、うんはい そ,ういうことそれから授業をみんなと一緒に受けられているのかなとそういったことの心配を。 聞くことありますねやはり保護者の方が毎日教室に様子を見に行くのは難しいので先生とかクラスメートとかそういう方々の協力というところが大事かなと思いますけれども先生に前もって伝えておいた方がいいことっていうのも先生はですねあの、まあ、親御さんから先生にということで言いますとやはり具体的にうちの子はこういった症状を起こすんですっていう具体的な症状をですねきちっと 先生にあのお伝えしておいてほしいなと思いますね。はい、普通はですね、ドクターからあの主治指示書というのがありまして、放射線どういったことをしてほしいとかですね、そういったこと文書で。 親御さんを通してあの学校の先生にお伝えしているんですけどもその内容がわからないときはです、ね、積極的に先生の方から囚、ね、人に問い合わせてほしいという,ふうなことを言ってねということをあの親御さんにあの言っております、うん、一方、ですねあのドクターの方から学校の先生にこのお願いしたいことはです、ね、やはり、発作時どうしたらいいかということなんですね、はい、大事なことはです、ね、取り乱さないと<ー>そして不必要に声がけしたりとかです、ね、そういうことをしないで落ち着いて対応するということを心がけてほしいんですね。 例えば、失禁がある場合にあらかじめタオルを用意してほしいし最も大事なことはです、ね、発作が起きた場合に周りの生徒さんにです、ねまあ、この子はもう少ししたら元に戻るから心配ないよというようなです、ね、声がけですね落ち着いた声がけをしてほしいということですね、はい、ここで取り乱したりです、ね、しますと特別なことが起こっているという,うような印象が強くなります。 まあ、クラスの皆さんがですね発作が起きたお子さんを肯定的に受け止められるようなですねそういった配慮が非常に大事です,、ね、ですから、いたわりの気持ちを持ってお子さんを見守ると。 とといいうことを心がけてほしいなとそのためにはです、ね、やっぱり発作がどういうものなのかということをあらかじめ予習しておくことが必要なんですね。はい、やはり具体的な症状を聞くあとは例えば中里先生がお作りになったビデオですね発作のビデオそういうのを見てです、ね、あらかじめどういったものが起こるのかなという予習をしておくということがお子さん方は特にクラスメートがちょっと見たことのない症状というか見たことのない様子というのを見ると。 びっくりしてしまうっていうところがあるかもしれませんのでそれをこう静まってもらうためにも大人 <laughs> 先生サイドっていうのがしっかりとこういうものだって理解をして対応にあたるっというそしてその患者のお子さんが学校生活を楽しく過ごせるようにするにはどんな工夫が考えられれますすかこれはそうですねあのご家族ご本人の了解を得た上なんですけどやはりですね 天下のお子さんがどのような症状を起こすのかということをですね学校先生からあらかじめ説明しておいていただくと、はい、いうことは必要じゃないかなと思うんですねあの全く聞いてないことが起こっちゃうよりはですねあこの学校こういうことあるんだよということをあの優しい言葉で説明しておいていただいた方がいいと思うんですねまあ、病名というよりは具体的な症状 を、はい、説明しておくことがいいんじゃないかな。と。まあ、あとは医学的にはですね。あの、救急車を呼ぶタイミングだとか、あの座薬を入れるタイミングについてはですね。あの事前にご家族や習字の先生と確認しておくということも大事でしょうね。あとはあの？ 発作の頻度や程度によってです、ね、あの授業だとか宿泊学習とか遠足などの参加レベルは異なりますのでご家族や主治医とあらかじめ確認しておくということが大事ではなないいかなと思いますね前、以前に比してです、ね、あの水泳の授業を見学しておくとかそういうことはずいぶん減りました、はい、ただ、やっぱりあの一部の患者さんについてお子さんについてはです、ね、やっぱり水泳の授業とか高いところに登ったりとかそういうことはやりあの依然として注意が必要だと思います。 もう本当自分がどのように学校生活を楽しく送れるかというところはやはり周りの皆さんの理解っていうところが大切になりますね萩谷先生、主にあの小学生ぐらいまでの、はいまあ、特に親御さんの役割が重要だというお話しされたんですがこの一方で思春期に中学校ぐらいになってくると。 いい意味で反抗期というか独立心が出てきて親にも言えないこととかあるんですね私たちむしろ中学生になったら親抜き診察というかですね本人と向き合ってお子さんを子ども扱いしないっていう工夫もそのぐらいから必要になってきますそのあたりでもやはり普段から、はい。 先生方、ドクターの皆さん、それから学校の先生方、そういった大人の皆さんとのコミュニケーションを取っておくところはそうですね毎回言ってるように転換、個人差があるので、うん、その方のどうしたらいいかというのは、本人もそのうち知っていかなきゃいけない、はい、ということになるかと思います、うん、そうですね、はい、そういったところをしっかりと知って、自分の生活っていうのを楽しく過ごしてもらいたいですね。ははい、はいいです、ねはいうん、そう思いますという思まととここの時間は 東北大学大学院医学系研究科の中里先生そして萩野谷先生にお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたこの時間は知って安心転換と題して身近な病気である転換についてお送りしました この番組はラジコのタイムフリーで1週間聞くことができます。また明日以降、東北大学大学院医学系研究科、転換学分野のウェブサイトでアーカイブされます。